おはようございます。まああの朝っていうことなんで、まあちょっとまだ10時ぐらいなんで目覚めてない時間やと思いますんで、ちょっとラジオ体操しようと思うんですけども、まあ僕はちょっとアップしただけなんですけども、もしもご参加される方はまあちょっと手当たらないというのを広がってもらってやっていただけたらありがたいと思います。ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。じゃあラジオ体操第2部始めます。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。目覚めましたか。ありがとうございます。次の曲は、そうで今日4曲やる、たちのラジオ体操抜きで4曲やるんですけども、東方今日2曲しか持ってきてないんですけど、そのうちの1曲でちょっとほんまくさいんですけども、よろしくお願いします。やっぱりアリスが作るブラウニーはうまいな。生地がしっとりとしていて、それでいてベタつかない。すっきりした甘さだ。ココアはバンホーテンのものを使用したのかな。
きましての曲なんです。次東方アレンジじゃないんですけども、まあ東方好きな人間をみんなホモっていうちょっと前提でやらせてもらうので一応場違いではないかなと思う曲アレンジやります。知ってる曲のはずなんでそのアレンジさせていただきます。はい、はずですね。あの立ち方が来たらちょっと分かんないですけども、近距離ったら分かるはずです。娘さんをください。一つ聞くが、君のご実家の洗濯機にアースはついてるか？なんでそんなこと？なぜなら私は関西電気保安協会だから。
かへ駆けつけ、100万ボルトの使命が、僕らは電気の見張り番。なぜなら私は関西電気用腕境界、関西電気用腕境界。電気の前では遅く前、なぜなら私は関西電気用腕境界、関西電気用腕境界、関西電気用腕境界、関西電気用腕境界。けども、その前にちょっと告知に算定させていただきたいと思いますけども、一応、夏コミの方をちょっと、はい、当選させていただきまして、あ、そうで拍手はいいですわ曲以外の拍手多分めんどくさいと思うんで、すいません、いいですわ。あの、あ、で、それでちょっと急な話なんですけども、あ、多分今日初めての方って多いと思うんですけども、そのコミケの作品でちょっとうちの好きさんはちょっと解散解体って、解体一人なんで今解散っておかしいですね、はい、変えたいっていうことになりまして、ちょっとまあ次最後なんで思いっきり頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。で、あ、はい、で、まあ辞める言うてるんですけども、一応コロンも申し込んだんですけども、一応チャウメギで、まあ、KFC っていうサークルでやらせてますけど、一発切りのそうです、あの、まあ、KFC ということで、はい、なんですけども、そこで、まあ、ビートダウンハードコアやらせてもらいますんで、また、カセットテープで無料配布しますんで、はい、よろしくお願いします。あ、大丈夫ですかね、はい、みんなそう言うねんな、ラジカセ、え、ない家にうち3つぐらいあるんだけどだ、ダビング一緒に3回ぐらいやってるんだけど、あ、読んでいい、はい、ちょ、カセットテープやらせてもらいますんで、またよろしくお願いします。あ、無料なんで、前取りかかったら持っていってください。じゃあ次、最後の曲なんですけども、まあ、うちのサークル、ニコニコ動画で唯一4万再生いただいた曲がありまして、その理由が歌が下手すぎるっていうので4万再生いただいたんで、まあ、最後のでも多分一番、まあ、知られてる曲、はい、やらせていただきますので、よろしくお願いします。
ゃうな。次は大事でした。